救済、救済、救済とは、ある対象にとって、好ましくない状態を改善して、脱して、望ましい状態へと変える、達することを意味する。宗教的な救済は、現世における、悲惨な状態が、宗教に帰営することで解消、または改善されることも意味する。様々な宗教で極めて重要な概念であり、救済を強調する宗教は、救済宗教とも呼ばれ、 救済宗教で、通常、救済という場合は、現世の存在のありようそのものが、生及び死を超えた存在領域にあって、何らかの形で、決定的に改善されることを表すのが一般である。救済の方には、少女や死者や魂などが、天国や、極楽や、理想郷などの、あの世に行く、来世救済型と、神や、仏や、菩薩や救世主や、 理想教などがこの世に現れる現世救済型がある。また、個人単位で救済される個人救済型と宗教的共同体や民族や国家や人類全体など集団単位で救済される集団救済型がある。また、信仰や苦行や禁欲や悟りや善行による自力救済型、因果説型と神や仏や、 菩薩や救世主などの恩恵や慈悲による他力救済型がある。キリスト教神学においては特に救済論、ソッティエリアラジーの中心概念である。キリスト教は典型的な救済宗教で、キリスト教における救済とは、キリストの十字架による贖いの功績に基づいて与えられる恵みにより、信仰による罪の咎と束縛からの解放、そして死後にあって、 超越的な存在世界にあって、神の恩公を得、永遠の命に預かることである。永遠の命は、時として、生物的な命とは種類を意味する、この世にあって持つことのできる霊的な命とも解釈、できる。ローマカトリック教会においては、罪は犯したが償える、可能性の残っているものは煉獄に送られるとされる。また、未来において世界が終末を迎えた時、 神が人々を裁くという最後の審判の還元もある。その時混乱の極みにある世界にイエスが救世主として再臨し、王座に着くとされる。死者たちは墓の中から起き上がり、伝統的に仮装しなかったのはこの時蘇る体がないといけないため、少女と共に裁きを受ける。信仰に忠実だった者は天国へ、罪人は地獄へ。 世界はイエスが再臨する前に一度終わるが、この時人々は救済され、新しい世の始まる希望がある。グノーシス主義における救済とは、反宇宙的に言論の世界観より、明らかなように、悪であり、暗黒の偽の神が支配する、この世を離れ、肉体の束縛を脱し,し、霊として永遠の世界、プレーローマに帰還することを意味する。グノーシス主義では、 悪が肉体を形作るものの、善も、また人の体に、光の欠片を埋めたという神話もある。信者は、死ぬとき真の神なる父を自覚し、プレーローマへ帰ろうとするが、悪の妨げる獣医を突破しなければならない。この過程は、全体から見れば、光の欠片の回収でもある。仏教における救済とは、個人が悟りを得て、輪廻から外れ、下脱、苦しみの多い。 本質的肉であるこの世に二度と生まれてこない、転生しないことである。つまり、仏教における救済とは、輪廻転生という仏教がバラモン教から引き継いだ世界の仕組みに関する概念、世界観をそもそもの前提としている。そして、輪廻転生は、転生という概念を前提としている。そして、転生は、霊魂的な何かバラモン教では、 アートマン、仏教では、因果の存在という概念を前としている。しかしバラモン教や仏教では、そうした、天性が、は、漢のように永続する、輪廻することで、天性そのものは、救済ではなく、苦と化しており、天性のは、漢イコール輪廻から外れることを、救済とするという、さらにひねくれた、発達した構造となっている。 通俗的には悟りを開いたものをブッダと呼び、伝統的には仏画は歴史的人物としての釈迦を指す人間は誰でも可能性としてはブッダになることができるとされる。本来仏教は個人が悟りを得ることで輪廻から外れようとする個人救済、自力救済の営みから始まったものだが、大乗仏教が起こると自分の身ならず他者、 主上無救済しよういう方向性が現れた。また、阿弥陀信仰や観音信仰や魅力信仰や地蔵信仰など、仏や菩薩により救済される他力救済もあるが、本来の仏教の自力救済の論理からはあり得ず、西方の異教、ゾロアスター教、ミトラ教、ネストリウス・ハキリスト教、マニ教などに由来する仏教の皮をかぶった救世主体防止層の面が強い。 なお、弥勒菩薩は五十六億七千万年後に降臨するとされると通常言われているが、初期経典の記述からは五億七千六百万年が正しい。これは現在弥勒が転生し、修行中の土卒典での展示を計算で出したものである。平安時代には、釈迦入滅後末法の世が到来するという不安に、戦乱も重なり、終末の後の救済を求める人心を反映してか、 浄土教が浸透していった。こうした本来の仏教の論理ではありえない仏教の他力救済の面が日本におけるキリスト教の需要につながっていることは否めない。儒教は日本では儒学とも呼ばれ一種の道徳律や政治論のように捉えられているが儒教は刑事上的世界観をその道徳の土台に置く立派な宗教である。 儒教における救済には、個人的な側面と、全体的な側面がある。個人的な側面としては、一族の先祖を祀る、祭祀儀礼がある。古代中国の世界観では、人間の気は、根泊よりなり、魂は精神を支える、気、白は肉体を支える気を指した、死後、魂、ンと、白、白、白に分かれ、魂は上昇して天に、 白は加工して地に行くとされる。白は遺体や骨と共に地に止まる潜るゆえに白を保管するために土葬が行われる。そして魂と白を再祀儀礼により再び結びつける時、人間は復活、再生する、イコール救済されるとされる。そしてこの復活、再生のための再祀儀礼は子孫でないと行うことができないとされる。儒教においては、 子孫がいなければ再死儀礼を行うことができず、先祖や自分が復活、再生することができないのである。儒教において、自分を救ってくれるのは、神や仏などの超越的存在ではなく、子孫なのである。ゆえに、儒教道徳においては、子が親より先に死ぬことは、再死を行う者がいなくなる意味でも、親や先祖に対する不幸なのであり。いえ、家計を守り、子孫の血を絶やさぬことが、 非常に重視される。儒教の創始者である、孔子自身が、母親が、再始儀礼、葬儀屋を制御とする、生まれであった。全体的側面としては、こうして儒教は先祖を祀る、再始儀礼を中核に道徳を整備し、特化、教家により連続的に、儒教道徳を治めた個人をはじめとして、家や国や天下、全世界が形成されることによって、平和、 儒教道徳に基づく儒教的秩序による世界統一が達成さ、特殊が行われ、人民が幸福に暮らせるようになることで全体が救済されるとするのである。また、天下が平和になれば、家計も戦乱などで途絶えることがなく、子孫によって再始儀礼が行われることによって、先祖や自分の救済も保障されるという循環、補完の論理があるわけである。 ゆえに、儒教は、個人救済型宗教であると同時に、集団救済型宗教でもある。また、他の宗教がそうであるように、儒教にも、終末論がある。すなわち、異性者、君主、皇帝が、儒教道徳に基づく徳を失い暴君となり、暴虐暴政を働くようになると、人民は苦しみ、世は乱れ、怪異や天変地異が起こるようになる。これが、 儒教における世界の終末である。すると、あまね、古代中国の世界観における超越的思考存在は、徳のあるものを新たな聖者候補に選び、天命が改まる、反乱が起こり、反乱軍は暴君を打倒し滅ぼして、反乱者が新たな異聖者、君主、皇帝となって、新王朝を打ち立てることで、世は平和と秩序を取り戻し、会議や天変地位も収まり、 新たに生まれ変わるのである。これ、終末論は、儒教におけるもう一つの救済論でもある。しかし、この新たな遺跡者の子孫も、やがて堕落し、暴君となりて、新たな遺跡者が立つのである。このように儒教における、歴史観、世界観とは、世界の堕落と、再生が永遠に繰り返される、循環史観なのである。救済を行う事業。 国際連合パレスチナ難民救済事業機関のパレスチナ難民救済事業などがよく知られている。種類としては、貧民救済事業、孤児救済事業、失業救済事業、各種被害者救済事業などがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。